青し。抜刀斎はどこへ消えた。まだケンさんの命を狙ってるのね。答えろ。もし知ってたって教えるもんですか。答えないなら殺す。抜刀斎なら京都へ行ったぞ。お前は藤田五郎。見ての通りただの警官だ。斎藤をはじめ元新選組三番隊副長ガトツの名手が今は政府の飼い犬か。さすがだな。元御庭番衆の情報は。幕末の生き残りがもう一人東京に現れたというのが来た。お前が山にこもって今までの経緯を話してやろう。獅子雄誠。抜刀斎は獅子雄にやられてもう帰ってこないかもしれない。となればどうだ。お前も京都へ行っちゃう。その必要はない。抜刀斎をやれるのはこの俺だけだ。大した自信だ。だがあながち過信でもなさそうだ。獅子雄の野望を阻止するに斎藤もまた東京を立って京都へ向かう道中、斎藤は獅子雄一派に占拠された新月村に立ち寄り、国取りを企む獅子雄誠、大久保を暗殺した偏見の宗次郎の二人と相割り、新月村で再会した剣士が村を統括する尖閣を倒したと。新月村は解放されたもの、獅子雄と宗次郎そこで捕らえることができなかった。その後斎藤は剣士を先に京都へと向かわせて、新月村で出会った三島英二という名の少年が自分の妻である時代に預けて一旦東京に戻った。そして剣士に一足を触れ斎藤も京都に到着。私は太古より魑魅魍魎の闊歩する魔都と呼ばれてきた。時としてその闇は飢饉や疫病または激しい戦乱の姿と化し幾度も都を襲った。幕末の動乱においては維新志士と徳川幕府の二つの勢力が衝突し、血煙の立たぬ日のない地獄絵図に見えた修羅道の戦場となった。明治という新時代となって10年、平穏を取り戻したかのように見えるこの都で獅子雄という闇が再びうごめき始めていた。Thank you.
惨めだな。惨めだな。
お前の全てを否定してやる。俺のガトツに資格はない。ごめん。貴様らが切った我ら同胞の恨み、今こそ思い知れ。恨み事とはめめしい限りだな。変革なら命の取り合いにやわな感情を持ち込むなよ。剣に何を込めるかはあなたたちの自由です。ただしどんな思いを込めようとも剣が返せ。俺のガトツに資格はない。龍馬に侵されているという風評はまことである。今この場は戦場、手加減はせん。よもや卑怯と思うな。手加減見くびってもらっては困りますね。こう見えても僕は新選組一番隊組長沖田はすばし。剣の道を選び、誠の旗を身に背負ったその日から、戦場において敵に情けを込むような沖田君だけではない。俺たちは誰一人として死など恐れてはいない。もしも恐れるものがあるとすればただ一つ、この身と魂に背負う誠の旗を汚すことのみ。命より新選組としての誇りを選ぶ。貫かんとする身室の生き様、しかと見届けた。こちらも全力をもって応えるのが流儀。それでは参る。勝てぬか。だが遠慮はせん。時代とともに知恵起きた。こちら病で剣が鈍るようなやわな鍛え方はしていません。俺のガトツに資格はない。